プリンセスソフト。心配だな。お兄ちゃん、本当に大丈夫なの？今日のクリスマスミサには毎年たくさんの人が来るんだよ。おじいちゃんの代理とはいえ、ミサで演奏できるのはすごく名誉なことなんだからね。余裕ですよ、余裕。あの曲なら何回か聞いた覚えあるし。それちっとも余裕じゃないと思うけど。じゃあ練習は？仕事が済んでからちょっとだけ。ちょっと？ダメじゃん。ほんとお兄ちゃんしっかりしてよね。おじいちゃんがぎっくり腰にならなかったらこんな心配しなくてもよかったのに。ま、見ててくださいよ。心配だな。先輩遅いな。ねえめいちゃん。たく、あいつ何やってんだ。もう始まるっつーの。スーファ、寒くないか？大丈夫です。無理はするな、大切な体だ。はい、分かっています。それにしてもよかったのか、友人たちと一緒ではなくて。ええ、いいんです。今日はそろそろだな。お兄ちゃん本当に大丈夫かな。我々は日々たくさんの重荷を背負って生きています。しかし今宵だけはその重荷を忘れ、安らかな気持ちで主に敬虔なる祈りを捧げることにしましょう。ごめん。
始まってるよね。シャルロット。私、あなたに話が。時間ないよ。ミサが終わってからにしよう。ね。確かに腕はいいけど、なんて綺麗な音。たまには人前で弾くのも悪くないね。お兄ちゃん、また好き勝手に演奏して。神父さんもバックの人たちもみんな困ってたよ。ん？俺の演奏そんなにまずかった？まずいとかまずくないじゃなくて、私は常識的な意見としてだね。いや、君の演奏私は気に入ったけどな。誰？あの人、音楽院の人かな？違うだろ。あんな無茶なの、弦楽家にはいないよ。でも、あの人の演奏、姉ちゃんそっくりだったよ。はぁ？自由で、元気で明るくて。そうか？自分のことって案外自分には見えないものだよ。それにしてもミサ曲とは思えぬ軽薄な演奏だったら、あれでは落ち着いて祈ることもできない。そんなことないです。とても美しい音楽でした。わからないな、すまない。そこまで音楽に固執する理由が。他にないから、私が信じられるものなんて。そんな、ソフィーが辞めたら私たちはどうすればいいの？約束したじゃない、一緒にコンクールに出ようって。どうしても。これ以上シャルロットに迷惑かけたくないから、私が自分で決めたことだから。ごめんなさい。クラリサ・フリューゲルさん？え、あのマグノリア音楽院の講師さんですか？はじめまして、フィル・ユーハース君。さっきの演奏を聞いて、ぜひ君と話したいと思ってね。え？俺に何か用でも？いや、ちょっと事情があってね。君みたいな青年探してたんだよ。どうだい、ユンハス君。マグノリア音楽院で学んでみる気ないかな？
ちゃん、まだ練習してたの？明日から学校でしょ？ほどほどにしないと朝起きられないよ。それはわかってるんだけど、やっぱり落ち着かなくてさ。なんでこんなに広いんだ？さすがに初日から遅刻はまずい。あと90秒。いける。このフィル君ならきっと間に合う。え？手が滑っ。